具合を確認しました。このバック、フォアハンドにつなぎました。伊藤さんどうでしょうか。まあ、様子を見ながらというところだと思いますね。バックハンドオーバーです。的なボールを送るとい う, こう柔軟性も必要ですよね。ネットインを処理します。しっかりとブロックしました。声を出しながらのフォア、ストップの応酬からバックハンド、つなぎのボールを入れる。ではなくて、ああそうなんですね、やはり圧力が強いんだと思いますね。バックハンドオーバーです。ロングサービス、ものすごい速いバックハンドでした。素晴らしいですね。仕上がったような感じ、受けますね。フィジカルもメンタルも整った状態で、チキータで仕掛ける。バックハンドオーバーです。ハイトサービス、コンパクトなスイングで空いたフォア側、巡回転ミドルへ、ネットイン、カウンターに行きました。ここは戸上、ネットに当たってオーバー。バックストレートノータッチです。ネットに当たってオーバー。第1ゲーム 11-8、 戸上が取り、向こう側張本のサービスです。チキータでいく。非常に充実した1年だったと張本は振り返ります。エッジですか、サイドでしょうか。卓球は紳士淑女のスポーツと言われていますので、ある程度自己申告もしますもんね。そうですね、まあ、いわゆる相手を騙してるんですけれどもそれとはまた違いますもんね。厳しいボールです。どうでしょうか、はい、う今はものすごい両ハンドでした。はい、ミストリードライブ、戸上も負けじとバックストレートに送るのがすごく多いんですよね。ここですか、はい、ネットに当たってオーバー。すごいラリーでした。素晴らしいですね。伊藤さんがさっきのバックストレートに早く送っているというのはどちらの選手。ロングサービス、先に攻める。相手武者修行、その T リーグには参戦せずにドイツブンデスリーガでの道を選びました。共に安住の地ではなく新しいチャレンジをしています。この若武者2人、今のボールですね。はい、バッ張本が両ハンド、うん、戸上のチキータです。 10-8、 うん、ミドルを攻めて、はい、からサービスを出します。戸上 YG サービス、
マートエッジです。張本のバックハンド、大きな声が、ジャストミートしませんでした。張本第2ゲームを逆転、ロングサービスから入ります。ものすごい速さでバックストレート、張本もチキータに行く、ネットに当たってオーバーです。いいボールが返ってきちゃうんですよね。ここはサービスエースです。縦回転、戸上のドライブです。ナイスボール、張本ですね、はい、ここはチキータに行きます。ただ戸上もこれ張本、緩急をつけていく張本、ガッツポーズ、縦回転フォア前へ、ストップの応酬から先に回り込んでいきました。戸上早いですね。小学生の頃に ロングサービス、戸上のカウンターです。足が下取りします。フォア前のサービスですが、戸上バックハンドオーバーです。バックハンド、カウンターを狙っていきましたがオーバー、ロングサービス、ここで順回転のロングサービス、もう一本ミドルへ回り込んでいきましたが、チキータでいく、サービスエースです。このサービスが戸上のても楽しそうです。あ、ナイスボール、追いつきますが10オールです。追いつきました、はい、バックハンドオーバーです。うなだれた戸上、チキータでいく、このバックハンド大きな声が響き渡りました。戸上順回転ロングサービスからこのバックハンド、フォアハンドしのぐ張本、ミドルを攻め切りました。戸上です。回り込む、開いた、さすがに飛びついても取れませんでした。ロングサービスでいきます。同じパターンに持っていきましたが、ネットに当たってオーバーです。チキータ飛びつく張本、しのぐ戸上、バカンで巻き返した、すごいプレーが出ました。ハイトサービスつつく、前陣で合わせに来ましたが戸上オーバー、チキータ飛びつく、ここは飛びつく、脚力を生かしミドル前、サービスエースです。戸上が取りました。 17-15、 最後もさんいる中で、はい、伊豆のコーチが戸上を担当しています。ハリパンチに行きましたがミスになります。回してる姿に見えますよね。これはこれだけ振り回されるので両ハンド でしかもバックダブルスで優勝、それから森園正隆との男子ダブルスでも優勝、ラケットの角に当たりました。手に揺さぶられてっていうのも少ないので、バック対バック、先にフォアに振る、しかしここもフットワークを生かしました、はい、ネットに当たってオーバーです。戸上がフォアハンドで張本のフォアかバックか両方攻めることができる、はい、ということですね。そうなんですよ、はい、感度を持っているんですが、
戸上のフォアハンドオーバーです。戸上のチキータです。対する バックストレートオーバーです。このラウンドですね、はい、サービスエースです。このミドルだけではなくてコース取りもうまくいっています戸上、はい、ここは張本のバックハンド、まあ、今のネットに当たってオーバー。これで エッジです。確かにロングサービスネットに当たってオーバー。天使イレブンシックス戸上が取りました。連覇に王手をかけています。外に勝っての優勝というのはまた特別でしょうね。そうですね、まあ、しかもこの決勝の舞台でっていうのも大きいと思いますよ、はい、このバックハンド振ってくる。回転量が勝りました。ロングサービスネットに当たってオーバー。どん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 相手に踏み込まれてしまう悪循環ですね。フォアハンドここも飛びついてきます。張本戸上のポイントです。ネットミスです。ネットに当たってオーバーです。これですバック前ナイス決め。ようやくここも先に仕掛けていきました。順回転フォア前ミドルをしのぐ張本カウンターに行く。あ、いいですよ。ドライブの応酬前に出てきた。ブロックする。ここもブロックする。すごいプレーでした、はい、巻き込みサービスを使う戸上の3球目ドライブサービスエースです。カウンターはネットに当たってオーバーです。巻き込みサービスフォア前3球目ドライブ張本がしのぐ。戸上のラケットが9を切りました。先に仕掛けました張本しっかりと踏み込みがリードしたんですがそこから張本逆転エッジです。バックハンドオーバーです。この試合難しいボールを処理する巡回転に戻します。最後は張本のフォアハンド11-7張本が取りました。先にバックストレート、はい、はい、サービスエースです。さらに逆転しました。巡回転ラケットの角に当たるフォーラブです。チキータ飛びつくファイブラブです。変えたいですよね、はい、回転量のあるバックハンドドライブバックハンド聞いただきます、はい、聞いた。バック対バックネットに当たってオーバー。これ伊藤回り込む入りましたかね、はい、8-3って言っても取れないですよね、はいはい、バックストレートプッシュ気味のボール、
さあチャンピオン連覇まであと1ポイント、バックハンド決めました、ガッツポーズ、素晴らしいですね、はい、11ホー張本に勝っての全日本チャンピオン、健闘を称え合いました。